皆さん、こんにちは。朗読講師の結城美音です。今からご一緒に素敵な日本語を声に出して読んでみましょう。今日の読み物は、百人一首の和歌、紀貫之が読んだ歌です。春になるといつもの場所で花が咲いてゆきます。昔なじみの場所で毎年変わらず咲く花に出会い、花の香を感じると、忘れかけた遠い思い出が昨日のことのように蘇ってきます。優しい思い出は、次の季節へと向かう希望に力を与えてくれます。それでは、画面の文字を見ながらご一緒に読んでみましょう。人愛さ、心も知らずふるさとは、花ぞ昔の蚊に匂いける。声に出して読むと心も体も元気になります。またご一緒に読んでみましょう。はい、ここでクイズです。はい、はい、本日の1曲、桜、もしくは桜桜という曲ですけれども、こちらの曲の歌詞に出てくる空はどんな空だったでしょう。はい、1番ね、春の空。2番、桜色の空。3番、弥生の空。はい、ということでお考えください。はい、皆様のお答えをどうぞ。正解は、はい、3番の弥生の空でした。はい、弥生というのは春が、はい、昔の、はい、昔の言い方ですね、はい、弥生の空は見渡す限りというふうに歌詞はなっております。はい、はい、ね、いいですね。今は、はい、うずきの月ですが、はい、桜は咲いていますでしょうか。はい、はい、はい、ということで、では、はい、
本日の1曲、そして朗読、そしてクイズ、いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは、本日も良い一日をお過ごしくださいますように、また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。